時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。御意。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやら魔
まだ死の定めではないと見える。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。